主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。稲月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第239回です。239、はい、ちょっと250回見えてきましたね。次の収録じゃ、いやそれじゃいかないですけど、200回やった時だいぶ先だと思ってましたが、やっぱりああね、200回が去年の夏ですね。7月ぐらいですからね。もう春ですよ。半年だね。もうすぐ夏ですよ。早いもんだね。さあ今回もですね、はい、ちょっと紹介できてないお便りをまとめて紹介させて。これ今4月ですか。もうちょっと分かんない。分かんない。はい、もう春よ。春ですよ、ね。はい。うん、いや4月になってる。なってる。なってる。なった。なってる、うん。そんな感じの。空原だな。うん、そうお花見シーズンですね。そうか。はい、でも読むお便りは1月24日にいただいた下駄箱さん。うん、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。新年恒例のお金の話題、今回も楽しく聞かせていただきました。毎回興味深い内容ですが、特に昨年の1両の価値が印象に残っています。というのも私は落語を聞くのが好きで、自分なりに落語用の換算レートを決めているからです。うん、私の換算レートでは1両が8万円、一部はその4分の1なので2万円、一種はさらに4分の1で5000円となります。うん、また一門は1両の4000分の 1なので、うん、20円です。うん、はい、このレートをメジャーな話に当てはめると、時そばのそばは16文ですから320円ね。で、この、なんだこれ、文七もっとい、うん、で吉原に娘を預けて借りた借金が50両というのがあるんですが、うん、これだと400万円。うん、大野松で大飯ぐらいの相撲取りが宿屋で目いっぱい食事をしたいと主に渡した代金が一部でなので2万円。なんとなく現在の金銭感覚と合っていませんか。おそらく江戸後期、1両が8万円くらいの頃、現在に残る話が多く誕生したのかなと、おもれきを聞きながら思い巡らしました。うん、ただ遠山の金さんの名さばき、何ですかこれ、三方一両損、うん、なんか金さんもお金出すってやつでしょこれ。そうですね、なんかバカみたいな、バカって言われてバカって何だって自分も1両出してるでしょ金さん関係なのに1両払うやつやんね。はい、まあこれで、争いの仲裁に金さんがポケットマネーから提供した1両、つまり8万円ちょっとっていうのは驚きの額ですね。うん、これってなかなかの金額ですよね。ケリーさん並みの太っ腹です。8万はね、自分なりに1両の価値を決めると落語がより面白く感じられると思うので紹介させていただきます。うん、こういう楽しみ方があるんだね。なるほどね。まあ、8万あったら僕任天堂スイッチもう1台買うかな。またかよ、もう1台、うん、そんな意味あんの。友達と遊ぶのにさ。友達に買ってもらえ。ああそうだけどさ、うん、売ったで転売。なんでやねん。はい、うん、落語聞きます？もう落語好きですよ。あ本当、うん？どういった現代のとか古典とかあるじゃん。古典？もう古典ばっかりですね。髪型とか江戸とか。いやもうもちろん髪型ですけどね。あ文士さんとか聞くの？文士も僕はまあ亡くなったけどね、米朝さんとか四尺さんが結構好きで。CD とか買って聞くもんなの？あ全集とか持ってますよ。へえすごいね。すごいの。うん
わ、うん、聞かないな。でもね、うん、みんなこれ東京のネタですね、うん、あ、そうなんだ。下駄箱さんは関東の人なのかな。でしょうね、多分。やっぱ違うものなの、江戸と関東じゃ。うん、ネタは、まあ、同じネタもあるけどね、語り口が全然違うし。笑点って関東系だよね。まあ、あれ完全にね、東京の落語ですよね。見たことないな。全然聞かない落語なんて。聞かないね。なんかポッドキャストでないかなって思ったことあったんだけど、なんか聞かなかったね、うん。あなたはどっちが好きなの？上方の落語が好きなの？え？上方か東京の落語か。東京？え、わかんない。わかんない。全然。うん、あったら聞いてみる。あったら聞いてみる。今まで聞いたことないの？ない。特に意識して聞いたことない。テレビとか見てて勝手にさ。あ、まあ、落語家って言ったら誰を思うの？落語家？今一番思いついた、まあ、文士か。文士さん、桂三枝さん、鶴瓶。あ、じゃあやっぱり髪型なんだ。なのかな。でもあの商店の人たちかぐらい。小武平でも小武平とか落語して見たことないもん。まあ、たまにしてますけどね、うんうん、今それこそ YouTube でねいっぱいあるし、うん、なんかね時々仕事で人前で喋ることあるんですけど、うん、ケリーさんはお知見だったんですかって言われることがあるの。うん、そうなの。いや、そんなそんな流暢なんだ。ないけど、うん、でもセンス持つのよ。センス持って喋るんだわ。あ、で、あの差し棒にもなるし、喋りながら暑い時仰げるからって。綾小路君丸みたいな。で、なんかそう言われるんですけどね。ちょっとまだ勉強不足。興味がないわけじゃないけど、うん、勉強不足、うん。なんかね、そういうね、よくその落語だけじゃなく漫才でも、うん、その大阪とかさ、こう花月とかさ、うん、気軽に行きやすいとこにあるじゃない。寄席がね、うん、ケニーさんとこないのよ。あ、うん、あの町にはないでしょうけど。昔吉本あったらしいんだけど。あ、そうなの。撤退しちゃって。ケリーさんタウンに。ケリーさんシティにはないんだけど、近くの中華街の大シティに。ああ、そこ、もう今ないの。ないみたい、うん。あそこでも寄せあったんじゃない。事務所だけあるんじゃないかな。寄せあったでしょ確か。あ、あのね、別のはあるよ。吉本じゃないのがあるけど、うん、結構高いんだよ、まあ、倒産しちゃったからね。うん、ちょっとそういうのねって思うんだけど、わざわざそっちあの町まで足運んでまでとは行かないっていうのもあるかもしれない。うん、はい。じゃあ続いて、うん、フリーダムチンパンジーさんからいただきました。フリチン、はい。ケリーさん、あ、違う、水月さん、ケリーさん、こんにちは、うん。これ絶対わざと逆さまにしてね。いやいやいや、はい。229回拝聴しました、はい。日本三大稲荷というと岡山では最上稲荷を、最上、最上ですか、うん、最上稲荷を含めて読んだりしています、うん。最上稲荷創建が752年ということで、なかなか歴史のある寺院になります。中国大返しで有名な岡山市の備中高松地区にあるので、秀吉の中国攻めの時には一度戦火で本殿が燃えてしまったりしたようです。今年は元日だけで68万人が参拝したとの報道がありましたので、岡山県下では 初詣のメッカでもあります。今年の正月にはバンドメンバーで初詣に行ってきました。おみくじも引きましたが、私は吉でした。ちなみにここのおみくじは上から大吉、吉、凶、反凶、大凶と凶の率が多い。そうか、大吉、吉、凶、反凶、大凶、うん、5分の3が凶ですね。メンバーの一人は大凶でした。しょげていたので、その後近くの稲荷山健康センターという温泉で、宮水神社のお守りをガチャで買ってあげました、うん、ガチャガチャ。この施設で食べる場所は寝る、あ、この施設は食べる場所と寝る場所もあり、泉質もいいので参拝とセットでおすすめですよといただきました、うん。最上稲荷、うん、日本岡山では日本三大稲荷というと何、どこになるの結局。
伏見稲荷なんかと豊川西条になるのかな。名古屋でおちょぼさんじゃないの。じゃあ私は聞いてるのは伏見豊川おちょぼ、うん、でもフリチンさんは西条さんが入るんだね、うんうん、何が抜けて西条になるんだろうね。ああ伏見なりは抜けんでしょ。抜けないよね、おちょぼが抜けんじゃないやっぱ3回、うんうんまあ、そんなにいろいろあるんでしょうけどね。なんかまあものの本によると、うん、実際三大稲荷と言われてるのは9つあるらしいです。どれが入るかはいろいろ考え方があるみたいな、まあね、三大もいろいろだもんね、うん、あの三大都市でもいろいろ三大都市は立場によって違うんだよあれ。そうかそうなんだって。僕は東京大阪名古屋だと思ってるけど、九州の人は東京大阪福岡とか、ああそれはいろいろでも違うだろう。自立横浜とかさ、ああまあ確かにな、東京横浜大阪かもしれんじゃん。うん、横浜は確かにな、難しいとこやな、とかいろんなちょっと自分の土地がひいきになる場合もあるでしょうしね。うん、はい、続いてのぶちゃんからいただきました。のぶちゃん、はい、こんにちは、ケリーさん、みなずきさん、初めてメールいたします。いつもおもれきを通勤の車の中で楽しみに聞かせていただいています。さて、この年末年始にちょっと不思議な体験をしたので聞いてもらいたくてメールしました。まず年末のことです。東京へ出張した私は品川で次のアポまで時間が空いてしまい、何をしても時間を潰すかなと考えておりました。そして次の目的地の場所を確認するために地図アプリを立ち上げたのですが、その地図の端の方に泉岳寺の文字が。意外と近いし年末ということもあったので泉岳寺に行ってみることにしました。そこで大石力は15歳で切腹したんだと自分の同じ年になった娘のことと比べ、なんとも悲しい気持ちになりつつ、蔵之助や浅野匠の神などのお墓に手を合わせ、そしてその出張を終えました。岐阜で新年を迎え、正月休み中の体重増を少しでも緩和すべく趣味のジョギングに街に出ました。なんとなく気まぐれでいつも走るコースより一本違った道を走ることにした私は、その道に不思議なものを見つけました。整備された駐車場にぽつりとお墓が2基ありました。なんでという感じでそばに近づいてみると、何やら説明書きの看板があり、そこには浅野長政とその妻ややの墓と書かれていました、うん、なぜこんなところにとびっくりしました。そこそこ近所なのですが今まで全く知りませんでした。実はここは清岩寺かな、うん、多分ね、というお寺の駐車場で、美の浅野家の始祖である源の光行という人が出家し、このお寺の初代住職になったのだそうです、うん、浅野長政もこの光行の末裔で、浅野家とは深いつながりがあったということです。そして阿公浅野家ともつながりが深く、お寺の家紋は阿公浅野家と同じ家紋だと書かれていました、うん、その後ネットなどで、事実の裏を取ろうと思ったのですが、この西岸寺の話を見つけられず、事実なのか言い伝えなのかすらわからないのですが、年末の泉岳寺を訪れたこととの符号に、お参りのお礼に、お前の近所には我らのゆかりのこんなところがあるぞと匠の神や四十七士が教えてくれたようで、不思議な気持ちになりましたといただきました。うん、のぶちゃんさん、のぶちゃんは岐阜の方で、岐阜のどっかの町に、うん、美の浅野家っていうのがあったのね、うん、浅野さんってもともとどこなの。いや、それがこの美の浅野。あ、美のなの。浅野はもともとこっちの美の手でしょ。だからこっちの方が古いんだ。
まあ、ここからなんか信長とかに引っ付いてって大名として大きくなったんじゃない で、アホになるんだ、うん、一本ずれて走っただけでこんな発見があるって、なんか面白いですね、知らなかったですね今、うんうん、まあ、でもちょっとね、普段歩く道より一本違う道歩くとこうなるんだ、こんなところにお寺あるんだとかね、本当なんかのご縁だったかもしれないですね、まあ、不思議な話ですな、うん、でもさ、浅野さん、匠の神の奥さんってややなの、うん、浅野長政でしょ、あ、長政か、うん、あれ、匠の神はなんて名前だ、長則、長則と、うん、はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございますさあ、続いてエピさんからいただきました、エピ、はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。以前ハニワ消しゴムを愛用しているとお便りさせていただきましたエピです、エピ、はい、神道の話とても興味深く拝聴しました。私の家の近所は八坂神社があります。八坂の八に大阪の坂ね、うん、はい、土辺じゃないですね、はい、スサノオをお祭りしているのですね、知らなかったです。その神社には大きな獅子の舞台があるのですが、荒々しい感じがスサノオと聞いて納得です。散歩がてらよくお参りしますが、氏神様だというのに境内をよく見たこともないので、今度行くときはじっくり見てこようと思います。あと八坂神社の他にも、私は大阪のシティガールなので、毎年1月9日から11日には今宮恵比寿神社にお参りします、うん、放送を聞いて意外だったのが恵比寿神社がランキングに入らないことでした、うん、大阪生まれ大阪育ちの私はみんな東海恵比寿の近くの恵比寿さんに笹をもらいに行くものだと思っていましたが、これは京阪神だけなのでしょうか。さてケリーさん、インドの何に凝っているとのことですね。私は去年までインド料理屋さんでアルバイトをしていて、その時コックさんに聞きました。インド人は家ではナンを食べないらしいです。なぜならタンドールがないから。家ではライスかチャパティというナンよりもっとペラペラのパンみたいなのをフライパンで焼くそうです。インドでもナンはレストランで食べるものという感じなので、家庭で美味しく作る方法が分かったら逆に教えてあげたいです。チーズナンも美味しいですよね。私も家で作ってみたいです。ケリーさんも頑張ってください。できたら教えてくださいね。そしてほうれん草のカレーですが、仕込み風景を見ていたら重曹を入れてほうれん草をくったくたになるまで煮込み、ミキサーにかけていました。ご参考になれば取り入れてみてください。ちなみにインド人コックさんはヒンドゥー教で毎朝お祈りする信心深い人ばかりでしたが、日本の神様も一緒くたにして祀っていました。もともとは日本と同じ神様がたくさんいる国だからこそありなんでしょうね、うん、ヒンドゥー教の神様の神棚の上にエベスさんの笹も飾ってありました、うん、商売の神様ガネーシャが人気のインドに通ずるものがあったのか、あったのでしょうか。ご利益があるのならとりあえず拝んでみるかというのが日本人に似ているなと面白く感じました、うん、そういえば私の実家でも神棚と仏壇が共存しています。さて長くなりましたが毎週の配信を楽しみにしておりますといただきました、うん、はい、恵比寿神社って聞くけどケリーさんシティには聞かないよ。あ、関西だけなのかな。恵比寿さんにお参りには行かない。行かないですね。そもそも神社がない。ない。そうか。笹なんか知らない。何のこと笹って。あ、分かんないんだ。うん、熊手のことじゃないよね。まあまあまあ似たような、まあそうか、東の方は熊手とかやるよね。鳥の市とかで熊手とか買うけど、1月10日に必ず恵比寿神社に行って。どんどん焼きのこと違うよね。どんどん焼きじゃないよ。でもさ、あの
神戸の方とかで、尼崎の方だっけ、あの今あれ西宮でしょ、走るの、そうそうそう、あれ西宮恵比寿、あそこまあまあ大きな神社ですね、うん、え、恵比寿さんは何の神社なの、恵比寿様っつってんのね、うん、笹にこういろんな飾り物を、それ七夕じゃないの、違う違う、そう神社でつけてもらう、それ家持って帰って家に、まあ、1年間飾っといて、で翌年その付け替える、古いのを納めて新しい、笹に何つけてもらうの、まあ、大体だから多分商売してる人多いんだけど、こうなんか小判の飾り物とかいろんなそういう、七夕みたいじゃん、七夕じゃ別にそういう願い事書いたりしないけど、ああ七夕もほらよく分かんないのいっぱいつけるじゃん、あ和歌とかね商売されてる人じゃないとなかなか行かないのかな、うん、あんまり恵比寿神社って言葉も関西聞くとちらほら聞くけどさ、まあ、そうかもしれないね、うん、やっぱちょっと関西系なのかな、うん、インド人はナン食べないんだって、うん、まあナンは食べるでしょうけど家では作らない、作らないよね、うん、ネパールとかもそうなのかな、だってあんな釜はないでしょ家に、うん、だからみんなあるもんだと思ってた、いや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 、じゃあタンドリーチキンも作れないんだね、うん、だ買ってくんじゃないの、ああそうなんだ、パン屋さんにはあるわけでしょ、パン屋っていうかナン屋さんナンナンね、うん、インド料理屋さんにはね、へー、なんかちょっとショック、なんかインド来たらナンとかタンドリーとかカレーばっかの世界だと思ってたけど、みんなあのチャパティのよく食ってるじゃないですか、テレビとか見たの、薄っぺらいやつ、うん、それが現実なんですね、うん、はい、ありがとうございます。さて続いて KS さんからいただきました、 KS、 ケリーさん、水月さん、はじめまして、最近聞き始めたカリフォルニア在住のリスナーです、出た、久々の海外リスナー、 CA、 はい、久々でもないか、カナダからも来てたから、あそうですね失礼しました、はい、家事や編み物をしている時に聞くのにちょうどよく、うん、YouTube で過去回を遡って聞いている最中です、編み物です、うん、あれロッキングチェアで座りながらって感じなのかな、イメージが古い、はい、お二人のラジオは学校の授業と違って歴史の中でも生活史や風俗史を主に話されている回が多く、とっても興味深くて面白く大好きです。ケリーさんのボケは天然なのですか、それとも計算してのおしゃべりなのでしょうか、どっちにしてもその辺の芸人さんよりずっと面白くて毎回一回どこかで爆笑しています。水月さんは声が本当にセクシーで、イヤホンで聞いているとドキドキしてしまいます、あまりお話を、ま、回されることがないのに落ち着いて知識量も豊富で番組に欠かせない方なんだなと思います。ところで私と旦那が最近 WW2 ワールドウォーでしょ、世界大戦、あはー、そういうことか、世界だ、第二次世界大戦やナチスなどの歴史ものの映画や番組を見ていると、実際の息子が日本が先の大戦においてどんな位置にいるのか、世界の中でどんな立ちでの立場はどうなのか、ものすごく興味を持ってきました。といっても当時のことを海外ヨーロッパの目線から日本の立ち位置を話すのはなかなか難しく、何か子ども向けに良い本か漫画はないのかなと思っています、表現が子ども向けで分かりやすいものがあれば紹介してくださると嬉しいです。それではおもれきの大ファンになった一人として、これからも末永く番組を続くことを願っています、といただきました、うん、ケリーさんのボケは天然ですか計算ですかって、もちろん計算ですよ、ね、台本通りですね、台本通りもみっちりもう、はい、仕込まれております、打ち合わせをした上でやってますから、ね、はい、はい、で水月さんの声は本当にセクシーでイヤホンで聞くとドキドキしていまして、ちょっと耳が腐りかけてるじゃないかな、何を言ってんだちょっと早めに耳鼻科に行ってください。いいえ、カリフォルニアって耳鼻科あんのかな、あるでしょ、早く行った方がいいですよ、そんなことはない、はい、さあ、第二次世界大戦の世界の立場から見た日本、
が分かるような本、なんか心当たりあります？世界の中での立場、だって日本に言うと日本のよくあるけどね、その戦争の解説本みたいなのって、まあ世界史の一般的な本とかで、でもまずいいんじゃないですか。向こうから見たら日本、世界から日本に向けた本ってそんなに出回ってないんじゃないのかな。世界から日本に向けた、だから僕たちがアメリカに興味があったら、アメリカのこと書いてる本とか探すじゃん、だからアメリカで日本に興味のある本でも戦争のことに関する本ってあんまりないんじゃない？そうかな、だってアメリカなんか戦ったんだし、あるでしょ。そうか、でも日、まあ、日本はだから負けたんだっていうような書いてあるよね、英訳版、あんまりちょっと、ごめんね、ちょっと最も苦手な分野なんだから、ね、ちょっと今浮かばないです。また思いついたら喋るかもしれませんが、まあ、私たち基本ベースはあの小学館とか学研から出てるに漫画は日本の歴史、漫画で、ね、日本の歴史、そうです、その辺がベースです、あれ英訳化されてるのとかないのかな。いや知らないな。でも学校の図書館とか行くと、あれよく日本の歴史とかってこう全十何巻とかってあるじゃん、あんなバージョンで中国の歴史とか韓国の歴史みたいなのもあるじゃん。 あるよ。ってことあれでも日本人が書いたわけじゃないでしょ、韓国で書いたのを。いや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 、中国の歴史とか学研のやつとか あれ日本で書かれたの。もちろん。あ、そうなんだ、向こうのをこっちに持ってきて和訳したんじゃないのかな。いや違うでしょ。あ、そうですか、はい、アメリカにもあんのかしら、アメリカの歴史っていう漫画が。150年ぐらいしか歴史ないじゃん。いや、とはいえ書きようによっちゃ別に2号館でもいいじゃないですか。そうだね、逆にそっちの情報も、アメリカ通信のコミックとかあるんでしょうか。でも向こうは漫画ってあれか、なんかすごいもんね、劇画みたいな感じだもんね。とかあの、新聞のあのピーナッツみたいなやつとかね、ちょっと漫画文化も違うかもしれない、ね、確かにね。また向こうの情報もください、はい、続いて道のくの姉さんから、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、神道の話と神社の話を興味深く聞きました。何度読んでいても聞いても覚えられない神様たち、神話を作った人って本当に天才じゃないかと思ってしまいます。今まで語り継がれている、今でも語り継がれているんですから。ところで我が家の近くに星の宮神社という小さな神社があり、かなり前なのですが、図書館で本を借りて調べてみました。残念ながらもう一度その本を読みたいのですが、タイトルを忘れたので巡り合うことはできません。その本によると、星の宮神社は栃木県に多く、鉱山探しの人たちが祀った神社とありました。妙見信仰で、妙見様というのは北極星のことだそうです。そういえば北極星は動きませんね。冬のそなたのシーンを思い出しました。主人公は道に迷った時北極星を探してました。またヒロインは道に迷わないようにと会社の名前をポラリスとしていました。栃木県に接している南会津には星さんが多いのはそういうわけなのかなと一人で妄想しています。数年前岐阜県南に星の宮神社があるというので訪ねてみました、そこは白山信仰の大きな神社でした。もしかしたら修験道ももともとは鉱山探しの人たちなのかなと考えたりしています。想像するのは楽しいですね。韓国ドラマの呪文や鬼
キムロス、キムスロは日本の中国では見ることのできない古代の鉄作りの話なので面白いですよ。鉄を持った人たちが戦いに勝って国づくりをしたんだと思います。日本も同じですね。果たしてそれがいつなのか、古代史への興味はつきませんね。ケリーさん、水月さん、リスナーの皆さん、星の宮神社近くにありませんか、といただきました。うん、ないです。ケリーサーシティにはないです。ないですね。これやっぱ、ね、北関東とか南東北エリアに多いのかな。あ、そうですね、っていうようなものなのかな。うん、やっぱ前紹介したのはやっぱ全国的に多いものばっかりを紹介しましたけどね、やっぱ地域性があったりするのも、いや、それいっぱいあるでしょう、 いいでしょうね。うん、うん、韓国ドラマ見ます？見ないな。久々に冬のソナタ聞きました。あったね、そのうん、何だったっけ、ペヨンジュン。あ、ペヨンジュン、どうしてんだろうね。ペヨンジュン、なんかたまになんか出てるじゃないですか、日本で。なんかいやいや、なんかいろんなニュースとかで何とかに寄付しただとか。あ、そう、へえ、韓国人がのその話を日本のニュースで聞くの、うん、あ、そう、そんな高くなんですか。そりゃだってなんかね、一応日本で一世風靡したじゃないですか。そうね、うん、そうですね。ね、韓国といえばさ、何、オリンピック見てた。ああ、今終わってますか。もう8月ですよ。特に終わってる、うん、もう夏だね。全然ごめんね、スポーツ興味ないから知らない間に始まってて、ニュースとかでなんか言ってて、まあ、ふーってなっちゃったんですけどね、うん、ダメですね。もうちょっと興味持つように。韓国ドラマね、なんか歴史ものとかちょっと見てみたいなって思ったりするんですけどね。うん、なんか、なんかあの吹き替えのとかさ、のやってるじゃんよ、うん、深夜とか。うん、ちいちどんなやってるかもチェックしてないけど、あのほらなんとかってチャングも。うん、そう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 、うん、ちょっと見てみたいなと思ったんですけどね。あ、見れずに時代に乗れませんでした。NHK でなんかやってるじゃないですか今。なんかヨーロッパの映画ドラマみたいなやってない？それもやってるけど、うん、韓国のなんかもやってるじゃないですか。あ、終わったのかな、うん、全然見てないテレビ。じゃあ次いきます。お便り、うん、トムヤン君さんからいただきました。トムヤン君、はい、ケリーさん、水月さん、お久しぶりです。一頃地図日に浮気などもしておりましたが、すべての回を聞かせていただいています、うん、過去の回を聞き直していたところ、ちょうど以前自分のメールを読んでいただいた回を聞くことになり、思うところがあってメールさせていただきました。前のお便りで私の名字が非常に珍しいというお話をさせていただきましたが、うん、あれから私は当時から付き合っていた女性と結婚して、この春には子供も生まれます。一気に二人も自分と同じ名字の人間が増えることになり、また新たな気持ちで自分の名字と向き合っている今日この頃です、うん、さて今日は貴族になるべきかというお話をさせていただきます、うん、お二人はシーランド公国という自称国家が爵位をインターネットで販売しているのをご存知でしょうか、うん、このシーランド公国はイギリスの近海にある元イギリス軍の要塞を勝手に占領して国家を自称しているのですが、その国が公爵なら約8万円、伯爵なら約3万2000円、そして男爵なら5000円で爵位を販売しているのです。うん、公国が自国の君主と同じくらいのクラスの公爵の位を売って大丈夫なのかと、男爵だけ価格、大丈夫なのかとか、男爵だけ価格がお手頃すぎるとか、ツッコミどころが満載です。今私はこの爵位を買おうか、あるいは生まれてくる子供にプレゼントしようかと結構真面目に悩んでいます、うん、自分には身分コンプレックスのようなものがあるらしく、それが歴史や天皇などに興味を持ったきっかけでもあります。自分が何者でもないということへの恐れを常に抱え続け生きてきたようにも思います。
爵位を買うということで話のネタ以上のものが手に入るとも思いませんが、ひょっとしたらどこかで自分の自信を支えてくれることになるかもしれませんし、生まれてくる子供に贈るというのも おつなプレゼントであるようにも思えます。子供が自分ぐらいになった15歳ぐらいになった時に私が真面目腐った顔で子供に子供を呼び寄せます。座りなさい、うん、んだよ親父、今忙しいんだけど、実はお前は貴族なんだ、はあ？というやり取りをするのが今から楽しみでなりません。お二人はどう思われますか？それではこれからも毎週の配信を楽しみに聞かせていただきます、といただきました、うん、結婚したんだってトムヤン君、おめでとうございます。おめでとう。みんな勝手に結婚しちゃって浮気して浮気はしない。おもり地図日ね。ちょっと宮宿の方にちょっと苦情入れときますね。はい。ね、あのでも良かったですね、お子さんも生まれてね、お国のためにこう、うん、国のためにこう人口増加に貢献して、人口増加に、今人口減ってんですよ、大変なんですよ。あの今度ね老人会に呼ばれて、もう今のこの社会保障福祉のもうちょっとあの課題とか現状とかを喋ってほしいってちょっと頼まれておしゃべりしに行くんだけど、対象老人クラブだから対象者がさ70前後なのよ。で、まあ、少子高齢問題の話とか、うん、で今人口が減ってるし子供減ってるし、うん、おじいちゃんおばあちゃんの数減ってるんだよ、増えてるんだよって話するんだけど、うん、なんで増えたのって、まあ、喋んなきゃいけないんだけどね、うん、まあ、死ななくなったからだよね、うん、昔だったらもうあんたぐらいの年は死んでたんだよってこうちょっと言わなきゃいけないなと思って、うん、ちょっと台本いろいろ考えてるんですけれどもね、うん、はい、ね、こうやってね増えるのはいいことですね。まあね、うん、ね、ぜひ生まれたらおもれきとかね、ケリーとかみなずきとか名前つけてみたらどうでしょうか。名字が珍しいね、うん、それはヤン君っていう名字は珍しいですね。そうです ね、うん、ケリーヤン君とか、ケリーヤン君、みなずきヤン君、みなずきヤン君、あのつける場合はご一報くださいね、うん、はい、さあ、シーランド広告ってご存知です？まあ有名ですね。あ、そうなの、うん、どこにあるの？イギリスとそのドーバー海峡に、うん、あの昔ほらそれこそ第二次世界大戦後にドイツ軍が空襲してくるじゃないですか、うんうん、それ撃ち落とすために海の真ん中にこう人工的に足場組んで高射砲の陣地が作ったんですよ。貝殻島みたいだね。貝殻島、あ、なんか北方領土の手前のところにそんな中でなんか人工の灯台みたいなのあるんだけど、なんか貝殻島ったね、北方領土に、うん、いや、あれは一応、まあ、ベースがあるじゃん。あ、何もないところにこう柱立てて。あ、そうなの。で、戦争終わった後ほったらかしになってたんですよ、うん、でそれになんか変な勝手に住み着いて自称国家だって。大丈夫なそれ、メンテナンス、国土のメンテナンスなんか公海上だからイギリスの、まあ、領土じゃないみたいな、うん、でないとこから柱組んだってことは海中にも柱があるんでしょ、うん、そう、下からにそれは大丈夫なの？でも公海の上なんだ、公の海だから、うんうん、領海じゃないから、うん、はあ、持つ、どういうこと？持つの？壊れない？それはいつかは空中でしょうけど、うん、そうそう、それを心配してる。人口何人？たくさんある。たくさん住んでるの？いや、その要塞がいっぱいあって、いろいろいろな人がなんか変な海賊放送やってる人とか、いろんななんかそれこそね、こうやって島独立国だとか、諸島になってるんだね。諸島ですな。まあ、で借位買えるんだって。借位ね。8万は高いけど。うん。5000円ぐらいだったらなんちゃってプレゼント的には楽しいかもね。これなんか証明書くれんの？なんかね、症状みたいなのがあったよ。え、で送られてくんの？ケリーサン市とかミリアスキタウンに。そら、うん、へえ。込み込みで5000円なんじゃないの？でもさ、本当に今何がさ価値上がるか分かんないじゃん。ああ、仮想通貨だってさ、ああ、何百倍にもこう上がったじゃんね、うん、なんかなるかもしれないね。何か、このさ男爵を買ってさ、ああ10年後さ
500万で売ってくださいとか言われることがあるかもしれないじゃん。ないでしょそんなの。わかんないじゃんそんなの。本当に国として認められてさ、られるわけないじゃん。シーランドがさイギリス乗っ取る時も来るかもしれない。そんなわけないじゃん。ちょっとおっさんがなんか一人でやってるんでしょ。じゃああと告げるかもしれない。8万出したら王位告げるかもしれない。王国は王様じゃないですよ。太鼓、太鼓だから、うん、8万は公爵だから太鼓の下です。上がれないの。また後でさ追加料金払ったらさ、いやそれだから自分の後継者にしてもらわない、指定してもらわない。太鼓になる、うん、本当に太鼓なのこの人。いやなわけない。自称太鼓、勝手な変なおっさんですよ、ね、変な。いくつぐらいなの。いや結構、うん、いい年の人じゃなかったかな。そうですか、うん、ってことはトムヤン君さんの息子が15歳になる頃に、うん、シーランドがまだあるかどうか分かんないってこと。まあ分かんない、ね、自然消滅してる可能性もあるわけですね。まあ自然消滅という自称だから、別にこのトムヤン君さんが自分で言ったのとレベル的には変わんないです。あ、どうです、息子にプレゼントは。いやそれよりなんか珍しい名字だってそっちで十分じゃないですか。そんなね、山田だ山本だよりどんなヤン君なんて名字なんだから、うんうん、それをでなんでそれをもっと誇りにされればいいじゃないですか。それをちゃんと伝え、うん、この名字はねって、うん、全国にも珍しいんだよってですって。じゃあ二重国籍とか考えるぐらいよりは紙切れの借金なんだよ、どうでもいいでしょうですってと思います。はい、うん、僕は買った方がいいんじゃないかなと思う。いや面白いね。お前も食った方がいいんじゃないの。でも、うん、あでも5000円ぐらいにしといた方がいいんじゃない、うん、5000円だって、うん、そんな何の意味もないでしょこんなの。いやでも化けるかもしれんじゃん。化けるわけないじゃん。ちょっとおもれきでは意見が分かれておりますが、多分水無月さんの意見の方がいいんじゃないかな。いやそれはもう名字を誇りにされた方が絶対いい。うん、はい、そういうことです。じゃあ最後のお便りいきます。ラスト、はい、TYX さんから。 TYX、はい、多分サイバリオとかに送るんでしょうね。だからこれじゃあ届かないですよ。 Z かあれは XYZ でしょ、はい、消されて終わりです、はい、ケリーさん水無月さんこんにちは。いつもおもれきで楽しませてもらっています。ケリーさんは話題が豊富ですね。水無月さんは歴史だけでなく地理にも詳しいと思います。地理と歴史両方とも興味なの趣味なのでしょうか。さておもれきでは大河ドラマが話題に上がることが多いですが、他の歴史系テレビ番組はどうでしょうか。お二人がよくチェックする歴史番組があったら教えてください。ちなみに私は英雄たちの選択と映像の世紀が好きです。英雄たちの選択はゲストたちの、状況分析や心理分析 が映像世紀はまさに当時が映像として記録に残っているのがすごいところだと思いますといただきました、うん、まあ、よく大河ドラマはベースに喋ること多いんですが、まあそうですね、他に歴史系番組って何かご覧になってます。あと何があるかな。あれか、あの女性のアナウンサーがヒストリア、ヒストリア、歴史秘話ヒストリア、あああって。いやじゃあ僕ね何見てる。他に民放で帯でやってるのなんかある。ほとんど民放って見てないんですよ。あそういう系ドキュメント系とかなんか全部僕そのね、前も言ったけどそのパネリストさんたちのあのリアクションの臭さがなんか鼻について嫌なの。民放がとかわーとかさ、あいや知ってるっしょとか、ね、分かります、なんかそれでね、CM 入るとイライラする、イライラするから。ああ、そうだよね。でもね、大した内容じゃないし、ね、ちょっとね毎週やってる歴史じゃないけど、はあってなんか調べるきっかけとか、なんかあこれはネタに調べたらならないかなって思うきっかけでもらうので、ちょっと見るのはビーバップハイヒール。ビーバップハイヒール、そう、小ネタの考えるきっかけで、ああこんな本読んでみたらいいのかなとか思うので、ちょっとネタの元になるものとして見るかな。先生によるんだよねあれも。あ結構やうさんくさい人も混ざってるんで、うんうん、ちゃんとした人もいるんだけど、
なんかこんな本書いてるとかって紹介されるじゃんね、うん、で見てみて、あで僕でも読めそうかなとか、あ使えそうかなっていうきっかけにもらってる、うんうん、全部真に受けてないけど、まあ半分そんな深い内容もやってないでしょ、ないないない、教科書レベルの話じゃないですか、うん、だから きっかけとしてっていうので、うん、あね、小ネタ用になんかっていう見るくらいかな、うん、あとないない、特に見てないテレビ、うん、映像の世紀は大好き、うん、NHK スペシャルのね、でも新しいのは嫌なんでしょう、うん、でも DVD 買おうかなって迷いつつ、いやなんとか、そうそうそう、高いからね、うん、まあ前の版はあの昭和、あの前の元祖版は DVD で全部持ってる、持ってる、買ったの、買った昔、へえ、ボックスはあのボックスで、へえ、本当まだ DVD とか高かった時にボーナスで10万ぐらいで買った、マジで、うん、へえ、見てる、最近見てないけど見る、いやいや、もう僕はいいです、うん、あれ好きでよく見、昔本当今いろんな DVD とか本当安く買ってっていうのがあるから、うん、もう最近見てないけど昔よく見てたよ、うんうん、これ見ないの、うん、英雄たちの選択とか NHK は見てない、ヒストリアも見てない、全然見ない、うん、だから見ようと思って見てない、だからたまたまつけて、あやって何って思って見ることはたまにあるけど、あヒストリアだから見ようとか、うん、何時だから見ようっていうのはない、あそうなんや、うん、なんか見てないんですよ、なんで、うん、テレビ見ない、テレビはあまり見ない、見ないそのものを、YouTube とか見るけど、うんうん、普通 の地上波とか見てない、 YouTube で何見る、あの誰かがゲームを攻略してるだらねえなだから言いたくなかったのにうん、そんなんなんですよ、あ、うん、で新聞撮ってないからテレビ何やってるかも見ないし、うん、テレビのあのさ今番組なんで見るあれでチェックします、いちいち、いや先までは見ないし、ない今予想で何やってるのかを見る、うん、だそれもチャンネル回すと一緒じゃんね、まあまあそうですね、うん、だからそれ何してるかも知らないし、ラジオ聞いてる方がそれこそ番組表見たら、あ1時間後にはヒストリア今日だなって分かるじゃん、ならまあちょっと見てやろうかなみたいな、ない普通に流してたらね分かんないじゃん、この1時間後に何があるかなって、あのテレビ欄画面ちっちゃくて見づらいんだもん、テレビ欄、うん、このテレビに映る番組表いっぱいになるじゃないですか、だから字がちっちゃくて見づらいでかい、だから、だから意欲がないの、うん、どんなにね、テレビごめんなさい見ないんですよ、まあ、あとね、歴テレビじゃないですけどラジオで、うん、ピートの不思議なガレージっていう番組があって、うん、それはある物事の、うん、一つの物事をテーマにそのマニアの人とかの話聞いたり、うん、なんでこうなったのかっていう歴史も、うん、10分ぐらいとかでのコーナーがあるんですよ、歴史を紹介する、その放送の中の1コーナーとしてするの、うん、そうそう、でそれはあのポッドキャストじゃない、ポッドキャストでも配信されてる、ああ、うん、一応マジな放送ラジオなの、そう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 、 FM 東京でやってるやつなの、うん、あの番組グッズももらったから、ああそう、なんでそれはちょ、それもだから、あこれおもれきのネタにならないかなっていうののチェックする、うん、いつもそればっかり考えてる、考えてますよ、大したもんですな、5年やってんですよ知ってますで、いっぱいネタ帳にそういうのメモするの、へだから北山たけしも書いてあるしさ、うんうん、他にもいっぱい書いて、もうこれネタ古いなって、もう困ったなってのもあるし、こんなネタできないかなってメモもちゃんと取っていろいろ支度するんだよ、うんうん、ほとんどボツになるんだよ、うん、厳選された回をやってるんですよ、そりゃそうでしょ、はい、うん、はい、あんまりテレビを見ないケリーさんと水月さんはこの辺見てるの、まあまあ NHK ですね、うん、見るとしたら、うん、ですで、はい、そんな感じです、うん、参考にならずごめんなさい、
まあそうですけど、うん、はい、じゃあ終わっていきますね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。明日ね、牡蠣の食べ放題に行くんだ。あー、そう、放送収録日ベースで、ベースで明日ね、あの居酒屋の大将と他のお客さんたちとツアーで、あー、なんだ、伊勢かなんか行くわけ、どこか聞いてないけど、なんか海の方に行く、漁村に行くってのは聞いてます。あ、そうですか、うん、僕なんかもう前に自分行きましたよ。本当、うん、明日行くの。美味しかった。何個食べました。何個、10個も食ってない。10個、うん、え、そんだけしか食べてないの。10個ぐらいかな、うん、え、食べ放題でしょ。食べ放題じゃないよ、あの買ってきて家で食べ。ああ、食べ放題なの、うん、なんか漁村に行って食べ放題チンすんの。殻付きのを買ってきて、うん、カキはうちも食べたよ、うん、食べてるけど、すごく美味しい、食べ放題、食べ放題。それわざわざあの瀬戸内の有名なとこまで買いに行って、買いに行って、うん、まあご苦労様です。ご苦労様、はい、うちも負けずにじゃあ明日食べてきますね、うん、はい、じゃあまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。